皆さんどうもこんにちは、打楽器の演奏家の島崎優斗です。はい、ラッパーのセイムと申します。はい、よろしくお願いします。いとこのセイムって言うんですけど、はい、初めて知った初めて、マジで基本的に音楽家ってのは知ってて、こっちは知られてなかったっていうね、知名度の違いラップの知り合いって俺いないのよ人口的にもあんま少ないよ。少ないし、あと問題には絶対いないのよセイムがラップの音楽のファーストシングルを出しました。おめでとうございますで、せっかくなんでそのソロ CD のやつをマリンバアレンジして歌ってもらおうかな。そしたらどうなるのかなっていうのをやってみたいと思います。よろしくお願いします。楽譜ないってことなんで、ちょっと今から耳コピして音なるね、楽譜というかコード譜作ろうと思います。よろしくお願いします。じゃあ任せてください。はい、ということで、今から五線譜にコードとメロディーとなんとなく編曲に必要なリズムとかだけをメモ譜って呼んでるんですけど、メモ譜を書いていきたいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、OK。 嘘だ。メモ譜完成しました。イエーイ。こんな感じなのよ。そんなにだから大したこと書いてないでしょ。こんな感じ。はい、じゃあ今度は今書いたやつが合ってるのかどうか確認します。参考にしながら、このねアカペラっていうアプリで撮っていきます。アカペラ、多重録音のやつ。あ、ちょっと待って、ホットペッパービューティーとか見えてないそう、アカペラっていうので、多重録音ね、40層までできるアプリがあって、結構生徒の参考に用に使ったりしてるんですけど、これ使ってこうやって、まずね、じゃあベース撮ろうかな。ベース、じゃあベース撮りまーす。はい、次は和音取ります。やっぱり3番だよー今3番、今から3番なんで3番なんだろうくらい近づけてる、あの
の日見た夢に向かってここが始まりの場所。なんで録音し終わりました。はいはい、録音お疲れ様でした。ありました。ということで、まあ、どんな感じかっていうのを、まあ、僕らまだ見てないんですけど、こんな感じです。どうぞ。リアクションとかが若干似てるんだよね。いとこの共通点、分け合えたリアクション。